みなさん、こんにちは。筑波大学総合診療科の前野です。今シリーズは精神科のスペシャリスト。筑波大学精神神経科。松崎朝日先生をお迎えして。プライマリーケアにおける精神科疾患のさまざまな疑問について、お話を伺います。プライマリーケアの現場では。精神疾患の診断。どのように治療していいのか。 またどのように接してどのように専門家に紹介すればいいのかさまざまな場面で悩むことがありますそのあたりの疑問をズバリ松崎先生に聞いてみたいと思いますそれでは松崎先生よろしくお願いしますよろしくお願いいたします今回はうつ病の診断と治療ということでお話を伺いたいと思いますあの早速ですけど簡単にうつをスクリーニングする方法ってありますかはい うつ病を診断するためには症状に注目する必要があります。症状まあ、精神科医であれば、ま抑、あ、うつ気分や意欲減退や食欲睡眠、いろいろ覚えておきたいところですが、皆さんがそれを覚えているとは思いません。はい、いま、ポイントとしては dsm5 っていう診断基準の症状が参考にはなりますが、それを参考にした質問紙があります。phq9 っていう質問紙。これは？ インターネットなどでも手に入りやすいので現場で使いやすいと思われます大変便利ですね、そういうのがあるとそしてこの PHQ9 なんですが、はい、診断のみならず症状の推移、はい、柔軟点の抑うつが数点に下がってくるかどうかそれとも柔軟点が続くのかどうか、うん、その評価にも使えるので便利です、うん、なるほどそういう形でそのあの追っかけられるとぱ安心ですよね。安心ですすね、はい、ありがとうございます 次の質問なんですけれども、えー、その実際うつ病っていうとやっぱり一番怖いのは起科、まあ、燃料だと思うんですけどそのただやっぱり外来の中でそれを尋ねるのはやっぱりすごくこう聞きづらいっていう感じる先生も多いんじゃないかと思いますけど具体的にどういうふうに聞いたらよろしいでしょうか。ははいいいいそううでですすねままず燃料を聞聞ききづららと思う先生がいらっしゃるのは、まあ、容易に想像はできますただ聞いて 悪いことが起きるってあんまりないですむしろ聞かなかったことが後に問題になることの方が多いですなのでまず聞きましょうそして今聞いても問題がないと言いましたけどそれでも気になる先生って多いですよね、はい、そうですねそういう時には 心配する文脈の中で聞くこれポイントですその今みたいに落ち込んでいらっしゃると死にたくなる人も多いものですけど大丈夫ですかあとは欲打つ状態の人しばしば起死燃料を伴いますからよくあることとして聞くこれも大切なことですつまりあのあれですねあの一般論として要するにそのあなた固有の問題というよりは一般にこうなんだけど 心配ですけどっていうようなそういう形で持っていくと自然に聞けるということですかねそうですねうん、うん、死にたい気持ちを持ってるっていうのは変なやつだっていうレッテルを貼られたくないいやいやうん、うん、普通よくあることなんだけどとして聞きましょうあとは先ほど挙げたような「PHQ9」などの質問紙にも自殺の項目入っていますからうん、うん、それも参考になりますそして「あるかないかあったから大騒ぎ」ではいけませんその、まあ、よくあることですからどちらかというと「 あっても頭をよぎる程度なのか、それともそれについて毎日考えているのか、具体的な方法まで考えちゃってるのか、その程度に注目しましょう。具体的には、その時々頭をよぎるっていうぐらいであれば、その絶対にすぐ即時に精神科の先生に怒らなくてもいいという、そういうぐらいのイメージでしょうか。そうですね。これは当たり前にあることですから、よぎる時には。うん まあそれが後に強まらないかどうかだけ注目しましょう。うんうん、まあ逆に言うと例えば具体的にもうあの場所の下見をしているとか<ー>そのあのロープを買ったりとかそういったら非常に危険ということですよね。それは専門家に紹介しましょう。わかりました。ありがとうございます。それでは次の質問です。あのうつ病っていうと最近よくあの新型うつ病とかいう言葉がよく聞かれるようになって。 まあ、例えばあの仕事には行けないけど、遊びには行けるみたいな。あのいうこともよく聞くことがあるんですけど、まあ、それはどういうふうに考えたらいいんでしょうか？なるほど、新型うつ病って言葉。まあ最近よく聞きますが、あれはメディアの言葉であって医学的な言葉ではないです。その遊びにはいけるけども、仕事に行けないっていうのは、抑鬱状態が軽度になれば誰でもあり得ることです。それに目くじらを立てるのはやめましょう。 ただおっしゃるのはいわゆるうつ病といっても本当にうつ病なのかな典型的じゃないなって思う上によく出会うというお話なんだと思いますそれはまあこれが本当にうつ病かどうかって考え始めてもこれは答えがなかなか得られるものではないですまずは普通にうつ病だと思って治療をしその後良くなりゃいいんですよくなんなかったときには専門家に紹介するなどしましょうというのは新型うつ病と呼ばれるもの これはただ仕事に合わないだけの人かもしれない発達障害の類いかもしれないあとはただの性格だけかもしれないそして双極性障害が混じってるかもしれないううつつ病病でではああるるけど否定りんす考えすぎずまずは普通のうつ病という前提で治療を試みることの方が大切です。 要するにこの新型うつ病っていう一つの病気があるわけではなくてそのいわゆる普通のうつ病とそれ以外、まあ、そういうイメージで考えると、まあ、そこそいろんな診断が入ってきますよねおっしゃる通り新型うつ病っていうのは別に診断名じゃないです。じゃあまずあまりその区別を考えずにまずきちんと対応してそしてよくなればそれで診断が何であろうと OK だしダメだったら紹介すると。 まあ非常にシンプルに考えればいいということですねおっしゃる通りです非常に安心しましたありがとうございますそれでは次の質問ですで、うつ病を診断したとしてその後にすべき、えー、ファーストチョイスって何でしょうか軽ければ様子を見てもいいですが中等度以上ある程度うつ病であればもう薬を考えてみましょうその時にはもちろん抗うつ薬になりますで、抗うつ薬本当に使っていいんだろうか使って かえって害があるんじゃないだろうか手を出しづらいっておっしゃる先生いますが私はそうじゃないと申し上げておきますというのは抗うつ薬を使ってみたところで自殺のリスクを高めるかいや別にそんなことはないです若い人は自殺のリスクを高め得るものですが若くなければかえって死ぬなんてことは基本的にないですそして副作用の可能性ってまあ 飲み始めに気持ち悪くなる人がいますがそれは飲み始めだけのこと皆さんが恐れているのはその理由じゃないはずです私はいつも23割の人に23日間気持ち悪くなることがありますよと説明しています乗り切れないで結局やめちといましたっています。あとは高齢者であれば低ナトリウムが少し生じる人もいますが後から気づけばいいだけのことたまに血液検査で電解質を確認しましょう。 そして抗うつ薬 QT 感覚が延長する人はいますので飲み始めてからでも一度心電図を取っておくとより安心でしょう、うん、なるほどまあそうすると吐き気があっても数日でであとはまああの血液検査心電図を1回チェックしておけばそんなに心配しないで使えるとそういうことですねはい皆さんが心配するような副作用は基本的にないです、うん、そしてそ状態を招くんじゃないかって心配する人もいますが普通の人が 抗うつ薬を飲んで症状態が生じることはありません相状態が起きたらこれはもう双極性障害という診断が確定するだけのこと報告によっては抗うつ薬で症状態は増えないとする報告もあるぐらい気にしないでくださいこれが無駄なお薬ではないかっていう心配もありますもちろん無駄の可能性もありますがそれを心配するあまりうつを放置すすることのの方がよっぽどその人生には問題です、うん、まずは使い始めてから悩むんでも十分です なるほどあの我々はそのやっぱり抗うつ薬というと非常にハードルを感じるそれによって悪いあるいは何かの病気をこう引き起こすんじゃないかっていうふうにこう直感的に思ってしまうんですけど確かに言われてみると飲んだからそうになるんじゃなくてもともとそうになるべく人だったっていうことがそこで分かるだけなので使ったからどうっていうとといいい問題じゃないということですね、はい、あ非常に安心しましたありがとうございます。 うつ病の診断と症状の推移の把握には PHQ-9 が有用ですうつ病を疑う場合必ず起死燃料を確認してください尋ねるときは心配の文脈で質問すると良いでしょう中等症以上であればためらわずに抗うつ薬による治療を開始してください以上が今回のポイントになりますそれではまた